ジミチャラは、コロンビア出身の同国代表サッカー選手、ポートランドティンバーズ所属。ポジションは FW。2014年12月17日、コロンビアのデポルテストリマから、メキシコの CF モンテレーに移籍。モンテレーには、ステファン・メディーナ、ドルラン、パボン、アレクサンデル・メヒア、エドウィン・カルドナが在籍しており、クラブにとって5人目のコロンビア人となった。 2015年6月、アトレティコナシオナルにレンタル移籍し、コロンビアリーグで優勝を果たした。アトレティコナシオナルは契約延長を望んでいたが、2015年12月17日に、ドラドスでシナロアに6ヶ月間のレンタル契約で加入することに合意した。2017年7月、アトレティコジュニオールと契約。最初のシーズンで28試合で13ゴールを記録し、 クラブが2017年のコパコロンビアで優勝するのを助けた。2018年6月12日、ブラジルのアトレチコミネイロに500万ユーロの移籍金で5年契約で加入した。2020年1月2日、メジャーリーグサッカーのポートランドティンバーズに特別指定選手として加入。2014年10月3日、エルサルバドル代表とカナダ代表との親善試合で、 ホセペケルマン監督から初めて、コロンビアの A 代表チームに招集された。2017年8月31日、ベネズエラ代表とのアウェーゲームで公式デビューを果たした。2018年5月、ロシアワールドカップの暫定登録メンバー35人の一人に選ばれた。しかし、最終登録23人からは落選した。2018年9月7日、 ベネズエラ代表との親善試合で代表初ゴールを決めた実刑のディエゴチャラもサッカー選手デポルテストリマ及びポートランドティンバーズではチームメイトだったアトレティコジュニオールありがとうございます